追ってきてましたね、今。追ってきてないでしょ。はい、スッと行きましたね。見切られたんかな。そうですね。え、マジですか。追ってきてました。多分ハマチクラスですけどね。ということは巻き方がもうちょい早い方がいい。途中で沈めたんですけど、それがなんていうか、追ってきてこの辺で追ってきてるなと思ったら、うん、巻き上げず止めずにヘッドトラップっていうこと、はい、あ、そういう技もあるんですか。へえ。八の字書くんです。へえ。肩は小さかったと思うんですけど、この潮溜まりもうすぐ動き始めるんで、またはい、あれぐらいの、これぐらいのリトリーブスピードかな。巻き速度です。はい、ちょっと沈んで、あ、エビってた。わかります。はい。どんどんあの海面わたわたしてるとこ浮いてきてるでしょ。はい。今潮が反転して下り始めとるんですよ。ほー。それと風の流れと、はい、元の潮の流れとぶつかってああいう感じになるんですよ。へえ。ああいうところにね、要はベイトが溜まりよるんですよ。なるほど。はい。それを狙って合うものが。へえ。活性高い時ってやっぱりバシャバシャナブラ立つんですか。今の時期まだナブラまではいかないです。いかないですか。ちょっと低い。でも水面直下なんで平気で追っかけてくる。へえ。下手にスイッチ入れるよりは、はい、早巻きで浮いたら 2,3 秒またベール開けてふわ落とす。ああ、ベール開けてですね。はい、はい、そのまま待ってしまうとこっちにルアーが、そうですね、テンションホールで来てしまう。はい、これ巻いたらまたちょっと場所移動しますね。はい、はい、あ、じゃあ私もラストと。よし、もうそのまま立っておいてください。ちょっとだけ変わってくるだけな。はい、乗った。ナイス。波がちっちゃいですよ。でもサバちゃいますかね。サバっぽいかな。青もんか。おお、青もんが来てますやん。来たんですよ。ちっちゃい。ちっちゃい、これ。そのまま耐えてください。はい、割れたら。ここで何とか。はいはい、糸、竿を先にこっち持っていい。はい、じゃあ、50ないっすね。ないっすね。お持ち帰りしますか。そうですね。ちょっと待ってくださいね。はい。あとのこと考えたら、持ち帰りの方が。とりあえず、ほんま言ったらリリースサイズでしょうけどね。このロープよ。はい、すいません。ありがとうございます。やっといてください。あ、ありがとうございます。この方どんな感じですか。ここただ単に引いてるだけ。早巻きで、うん、早巻きの多分ペースがもうちょっと早い方がいいかもしれないですよ。それだったら結構上でウロウロするような感じですね。うん、それから5カウントぐらいしてもいいかもしれないですね、最初。あ、かなりすごいし、うん、僕5カウントぐらいしてから早巻きがやって。写真撮ります。あ、そうや、写真撮らせてください。決めてからでいいですか。あ、全然大丈夫です。お父さん余韻に浸ってる場合。そうや、ちゃんと仕事せな。あー、坊主は免れた。もっと釣ったら、ほんま。よいしょ。
来た？まだないっす。よし。合わせて、大きいと思うよ。どうだどうだ。でかいでかい。あ、ほら。でかいこれは。サイズ上の高いの。サワラっぽい。でかいでかい。安心サワラ。触れ。波見と、あ、波見といて。サワラ出て。次何見といて、水深見といて。え？え？バラシ？え？当たってましたよね。多分ね。うん。何？これ何やろ？バラした後に海藻が引っかかった。ああ、そうか、下に潜ったんか。でしょうね。多分でかいっすよ。今のでかそうでしたね。わかめもでも大量に持って帰ったらうまいです。残念、わかめより魚の方が良かった。いや、なんかでもやっぱ今日はババさんなんかやらかしそうな気がする。今のたまたますよ。今のは間違いなくハマチサイズではない。いや、今の引いてましたよ。今の魚っすよ、間違いなく。なんでバレるんやろ。うん、やっとるじゃん。はい、2人上がって、もう魚やつタクシー乗ったら2、3回追い合わせてください。はい、がバスティングは同じで、もう結構、多分1本につき2人で取ってとるこういうのは甘いかもしれない。はい、まあ、たまたまやったんですかね。かかりが浅かったんかもしれないですね、うん、皮1枚とか。ここね、あの近くに建物あるじゃないですか。はい、あれ、一応免許前っていうところで、はい、ブリが出るんですよ。へぇ、これ分かって入ってきとるんですけど、機械しか流してないですけど、はい、あの言うてる赤の大きい、赤い色の大きい魚マークが、はい、3回出たんです。へぇ、赤色、赤色、赤とか、はい、はいはいはい、こういうんじゃないんですよ。便所前って聞いたことありますね。あるでしょ。はい、ここのことやったんか。ちゃんと一応釣れるところには釣れてきてるつもりです。はい、頑張ります。逆にプレッシャーかけたんですよ。めっちゃ上がってますよ。楽しいでしょ。ちょっと楽しくない。また釣ってきましたよ。はーい、ここは出たらでかいです。マジですか。お、あ、トップでボコンってきましたけど。水面パシャパシャ行ってる時にバシャン来ましたわ今。バシャバシャ早まき。はい。え、ほんまのトップですか。全然トップでも水面でも来ますね。今ボコン来ましたよ。あのボコン来た時にね、はい、慌てずに一呼吸置いてから合わせてみてください。ああ、あ、そうなんすか。出たー。ふって息抜いてからバランって合わせるぐらいです。はい、ついつい反射的に合わせてまいりますね。でも、あ、早すぎるんだ。びっくりした。お、持った？合わせてる。ほら、ほらっぽい。ほらあったらちょうだい。あ、来た来た。青もん、青もん。青もん？青もんですわ。網いりそうです。結構でかいですね。岡本さん、これでまだ行くよ。はい。上がった。おー、よっしゃー。ありがとうございます。
おめでとうございます。あ、まさにプルトン、プルトン、あ、大丈夫です、大丈夫です、ちょっと待ってくださいよ。はい、船長、船長はハマチっすか、これハマチっすね。ありがとうございます。ちょっと一回逃げます。はい、 あの、そのまま糸出して下がってください。了解。よいしょ。岡本さん、ごめんなさい。大丈夫です、大丈夫です。動くな、あ、あ、指、大丈夫、大丈夫。ここであの、フライヤー出して、フライヤー、ここさん、また触らんほうがいいっすよ。はい、うん、フライヤーで針持ってください。はい、波が来るんで逃げます。これこれこれ、あ、ありがとう、ありがとう。どうしようかな。中野君、これごめん、これ触るだけちょっと待って、刺して、うんうん、ちょっとだけ持ってな、落ちた、落ちたからね。ここさん、ちょっとバンドエイド取って。あ、ありがとうございます。どうしたの、フィッシュグリップで。ちょっと持ってようなんか、あ、マウントあるよ、いっぱい血入れてる。あ、それほどでもないですね。出てます、出てます。深いっすわ。いや、大丈夫です、大丈夫です。中野君、あの、後でね、遊んでね、はい、はい、バンドエイドセッパーホグして、はい、傷口につけてバンドエイドで巻いてください。はい、後でいいんですか。了解。あ、いや、今はバンドエイドは出してください。うん、了解。中野君、穏やかなと思って、そうそうします。できたらね、これ、向いて、中に裸にして。こういうこと。そう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 。ほんで、これも、あ、タバコの葉っぱを、はい、深かったら、はい、タバコの葉っぱほぐ、あ、波来るよ、はい、タバコの葉っぱほぐして、はい、あの、その傷口につけてからバンドエイドで巻いたら、はい、すぐ殺菌してくれて、すぐ血が止まります。あ、わかりました。船長、でもタバコの葉っぱって体に悪くなりますか。いや、あの、このまま毒気が入ることがないんです。はい、タバコの葉っぱが一番毒なんで。あ、なるほど。応急処置でようタバコの葉っぱ使います。ほぉ、そんなことも知ってんの。よし、ボート見とけ。よしよしよし、魚いける。え、ちょっと中野君、マジでどうしようか。すいません、いきます。あ、はい、それにかかったんですね。ええ、さっき手踏んだしましょうか。はい、ありがとうございます。バンドエイドここにあるよ。ありがとう。おじさん、これは、はあ、やばいな、ジャケット。俺、ナビ見とくわ。ナビ、ユキ、ハンドル持っといて、エンジン触ったらあかんで。これを先に、そうですね、知らないですけどね。船長、これ持ってみますか。はい、服着ていいですか。あ、大丈夫ですよ。うわ、それも血の方が、服は、あれだけど。ごめんなさい、服切りますね。はい、切りましょう、切りましょう。大丈夫、大丈夫です。これ、もう、この間あると抜けないです。あ、そうなんですか。はい、返しがありますね。ごめんなさいね。いえいえ。さっき血、言ってください。はい、小川さん、これ、船長、これ、はい、バンデード。あ、ありがとうございます。タバコの葉っぱをね、さっきほぐして。はい。これ、さっき切ってますね。それ、今取れます、一人。あ、行きます、大丈夫です。何の痛みもないんですけどね。いやいや、結構ね、はい、ちょっと見せ物ですか。はい、どこですか。ここなんですけどね。あ、それだけやったら知れとうでしょ。はい、あの、いっぱい吸って、はい、ギュッて巻いてください。うん、血ごついてたんですけどね。あ、いやいやいや、いや、これぐらい大したことないですよ。タバコの葉っぱ、あの、僕、こんなんとか、はい、全部、あの、貫通ですか。こんなんとか、みんなこれ、次から針なんですよ。割いとるんですけど、はい、僕はタバコの葉っぱつけて、はい、ぐるぐる巻きで。船長、見直しますわ。よう知ってはりますわ。こういうの知ってるのむっちゃ大事ですよ。写真はちょっと後にしましょうか。そうですね。あの、あ、腹むっちゃパンパンや。これは食べ応えが。ほんまに。伊藤洋さん、とすみません、ちょっとうかつでしたわ。いけます？はい。いや、でも、ありがとうございます。お母さん、僕もほら、あの、これちょっとさっき締めてまいりますね。あ、了解です。たるみ漁港であれ、あっさったでしょ。あれもうかつさ、あの動くこと考えない。あ、ありがとう。大丈夫、大丈夫。びっくりした。ゆきくん、エコやな。心配してくれとんやな。釣りますわ。はい。釣りますと、あっちがいいですね。うん。船が
ですか。はい。はい。手だけゆっくり。わかりました。水長、これは日本にあるの、うん、ベンジン。いや、そのままかかっとるで、もうこれだけで。これで、で、これがバッグ。バッグ。で、これ。なんかそれゆっくりガチャモンって。で、ゆっくり倒しながら、速度上げる。ああ。懐かしい、あの試験の時以来ですね。むちゃくちゃあのどうなんですかね、あれが難しかったんですよ。今日は、尺がね、僕も尺が下手っすよ。読んで言ってもらいます。マジか。あんなね、その日のうちにやって、そんなんできるなんて何もないですもん。今日試験もどうだったなと思いますよ。橋の真ん中を目がけてください。ワンテンちょいぐらいまでは回ってないです。わかりました。はい。よいしょ。全く何やら何やら。ニュートラルなんですよ。はい、でこれじわーっとやるといかんので、はい、前進と後進しかないんです。はい、で前進のギアを入れるのに、はい、じわっとやるとガガガガガって言っちゃうんで。あ、そうなんですか。ガチャって。これぐらいの勢いで。はい、ガチャって。はい。どうぞ。はい。でそこからは上を持つと行き過ぎるんで、はい、ここ、はい、あ、こうですね。人差し指倒すみたいな感じで、こいつを掴んどいたら安定するんで、はい、でじわーっと回転数して囲めたらついとるんで、ああなるほど。まあとりあえず3000回転ぐらいまでじわじわ行きましょうか。はい。進路は橋の真ん中ぐらいを目がけて、はい。まあ、周り後ろも前も横も船がいないんで、はい、試験の時ね、人命救助1回失敗して、はい、ほんで焦ってね、はい、ほんでもだいぶ寄ってますよ。右に寄ってますよ、岡本さん。左へ回さんとダメです。はい、だいぶ重たいですよ。重たいですね。あの昔言ったパワー捨てがない、はい、右捨てみたいなもんで設定までいうから、はい、って感じですね。へぇ、回転数ちらっと見て3500まで上げましょう。はい、こっちに重心体重かけとるんで、はい、そっちに行くと結構、ほら、あ、ほんまや。
それだけで変わります。そうなんですね。なかなか思った通りに動かへんですね。これでね、もう無理を言いましょうか。じゃあ、あの橋ね、はい、橋途中で模様変わってるの分かります？模様、はい、あ、変わってますね。はい、あの模様変わってるやつの4つ目目がけていってください。4つ目、1、2、3、4。だいぶ左ですね。だいぶ左ですね。だいぶ左に切らなあかんですね。で、まっすぐ進入していただかんと、はい、橋にぶつかったらシャレになるんですよ。シャレになるんですね。岡本さん、もう時期水に浸かりたくないですよ。やばいですね。これやっぱ車と一緒で急ハンドルはダメなんですよ。いや、結構いけますよ。あ、そうなんですか。一変しましょうか。いや、やめてください。ハンドルだけやめてください。はい。いや、速度、これも話。はい。結構いけますよ。おあ、でも結構いけるもんですね。結構いけます、結構いけます。はい、わ、すごい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 。大本さん、やる勇気あります？いや、ないですないです。とてもじゃないですけど。4本目と4カ所目の穴目だ。4カ所目ですね。はい、ちょっと左に振ってからまっすぐ行くイメージの方がいいですよね。全然もう会場に道はないので。はい。でも、あそこ近くて全然ですね。ねえ、あそこで引き返しとったら後悔してる。はい。いやー、でも面白いな。だから帰りも、あの辺は朝ほどではないですけど、はい、ちょっとあの辺はわたわたしますよ。ああ。ちょっと左寄ってみると、ゆっくり緩めてもうたら。はい、1000回転ぐらいまで落としてもうて。はい。ですよ、ゼロで。はい。はい、戻しましょう。はい。これぐらいの方がまだ綺麗かな、写真撮るんだろうが。そうですね。うわ、すげえ。行くと、あの、何のこっちゃかわからない。何のこっちゃかわからない。すごいな。どうぞ、携帯出してください。これは。こんな景色見れんですよ。岡本さん、これ置いてきます。あ、すみません、ありがとうございます。こんな景色見れないですか？見れないです、普通は。明石海峡の下でもなんか見えそうな気するけど、こんなゆっくりではないんですよね。明石止まれますよ。そうなんですか。明石の方が空綺麗っすよ。あ、なんか来た。ラピートかな。あ、そういえばジンクスは生きてましたね。大物が無理やったんでしょ。あ、違った。大丈夫っす。船長すげえ。船長、ヨット来ますよ。大丈夫ですか。馬場さん、ちょあ、逆に僕ってことですか。はい、はい、おう、僕もじゃあ一発。はい、行きますよ。はい、岡本カメラで撮りましょうか。一方さんも交代で上に行かない。そうですね。上行かさせてもらうかな。そのままドッポンっていう。これもいつものパターンです。ええ、半押しで。はい。この辺意外と水きれいですね。ここまで出てきたらね。行きますよ。はい。で、画像がしばらくこれ残ってるけど。あ、そうなんですか。普通もう撮れるのに行きません？あれかな、再生ボタンかな。やっちゃいます、撮ったやつ。あ、これでまた撮れますわ。縦に行きましょうか。はい。あ、こっちの方がね、縦の方がごっつい綺麗ですよ。そうっすか。せーの。はい、ありがとうございます。まあ、まあ、撮ってください。はい、前乗っといてください。あ、はい、前立っといてください。はい、なんかありですか、これは。これ関空って船長、分かりますかね。飛行機いっぱい出るんでね。カツカツまで近寄る。了解です。このうさん、カツカツまで近寄るって。はい、関空まで。ああ、ありがとうございます。
もシーズンになったら青物釣れるんですか。青物釣れるんですか、この辺でも。あ、夏になったらここでも釣れます。あ、そうなんですか。夏やと、はい、僕ら肩まで行かない、この辺しか来ない。へえ。ガソリン代の通行上、ここらが安くて、はい、はい、両手広げれます、前向いて、そんなタイタニックみたいな。そうそう、いきますよ、もうちょい、もうちょい、オッケー。年越えたおっさんがタイタニックもないもんですわ。いやでもこのロケーションからこう進んでいく風景見れるってないですよ。すごいことですよ。